あるような、チラシですね、そういうのを印刷したり、前にありますような横断幕を作ったり、いろいろなことに、お金がかかります、皆さんの多少で結構です、参加をいただけたらと思います。あちらの端からこちらの端、そして赤い袋を持った女性が回りますので、少しで結構ですのでよろしくお願いいたします。はい、その寒波の時間を利用してですね、告知を希望される方は前の方にちょっと出てきておいてください。ショートコールの後に告知の時間を持ちますので、前の方に出てきてください。結構長い、週1で出てますね、朝。結構出てますね、3.1 で 6年超えました。今日は今回は前回行った東京電力への申し入れ行動はやりませんので、次回5月にやりたいと思いますので、それまでに怒り、思い、そういうものを文章にまとめて持参してください。懇親交流会を近くの居酒屋で開催いたします。2000円ぐらいの会費でやりたいと思いますので、ご参加のほどお願いいたします。はい、ちょっと冷えてきたような感じですので、ショートコール入れます。はい、福島忘れない、福島
にしますので、希望される方は前の方に来てください。1番目の方どうぞ。はい、アルカム裁判を、支える会です、私池田と申します。東電の下で私も、一昨年まで働いていました。第一原発、そして浪江町の除染作業に関わりました。東電は住民の賠償、に対しても非常に冷たい態度ですけども、そこで働く私たち作業員に対しても非常に、冷たい、アルカブさんという、白血病を原発で働いて白血病を患った人に対しても初めて労災認定が起きたわけですけども、それしか、保障はない、精神的生活の保障も何もしない、ことに対してアルカブさんは、昨年東電そして九州電力を相手取って提訴しました。損害賠償を求める裁判を起こしました。東電は住民もそして作業員に対しても全くひどい何も保証しないという態度を取っております。私も、7.25 ミリシリベントを被爆しましたけれども、一旦作業を終えた労働者作業員に対しては全くの保証もない、そういうのが現状であります。それに対して、荒川さんは初めて、損害賠償を求める、裁判を起こしました。ぜひこれへの支援をお願いします。来たる4月27日の11時から、東京地裁で、裁判が第2回目の口頭弁論が行われます。そしてその前日ですね、荒川さん裁判を支える決定集会が、文京区民センターで6時半から行われます。荒川さん本人も九州から出向いてここで挨拶をされます。ぜひ皆さんのご支援をよろしくお願いします。はい、荒川さん支援裁判でした。2人目の方。再稼働反対のハガキを扱っています。3つ説明します。東京電力6年超えました。言っても汚染水も何も変わらない。被害者の問題は全然解決しない。私たちはもう一度それを一人ずつが考えないといけないところまで来てると思います。よろしくお願いします。それが東京電力の問題です。もう一つは同じく柏崎刈羽米山さんの応援はがき、これは米山さんがしっかりと被害者の問題を泉田知事からちゃんと調査の状態を聞いて、これ以上は再稼働はその健康の問題に避難の問題、それを全部クリアしていなかったら再稼働させないと、そういうことも私たちにとって頼もしい応援はがきなんです。よろしくお願いします。もう一つは3月28日に大阪高裁で34号機が再稼働されるっていう風になっちゃった問題を、私たちはきちんと怒りを持ってはがきで応援したい。以上です。よろしくお願いします。はい、安心運動でした。次の方、脱衣バス実現ネット。私たちは市民ボランティアの集まりです。子どもたちを自宅から守ろうと活動しております。今月の4月26日第4日曜日、通常第4日曜日、私たちは新宿あずさ前で凱旋をしております。住宅支援、住宅保障の継続を打ち切りやめて、そういう訴え、それから子どもたちをこれ以上もう被爆から被爆させない、福島を守ってください、それぞれ思いを語っていただいております。どうぞ26日4時からご参加ください。あるた前です。新宿あるた前です。それから月1度、官邸前抗議をしております。19日が官邸前抗議をいたしますが、今月だけはすいません、20日に変更させていただきまして、官邸前、8日ちょっと前から始めます。その前に衆議院議会館の前で抗議があります。それが終わってからお邪魔しないように、8時少し前から、9月10、あ、20日、あ、ごめんなさい、9月20日
通常は毎月19日やっている完全前顔見、今月だけは20日の8時少し前から始まりますので、それにもどうぞご参加くださって、官邸に抗議の声を上げていただきたいと思います。もう一つ最後ですが、私たち福島集団、すみません、脱被爆実現セット旧制、福島集団疎開裁判、福島集団疎開裁判と申しますが、今、子ども脱被爆裁判を支援しております。福島地裁にて、次回は5月24日福島地裁にて裁判を行いますので、皆様もしお時間がありましたら、どうぞ福島地裁の方にお越しくださいまして、原告を応援していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、やつぎます次のネットでした。次の方。はい、担保護者ボランティア西崎です。ちょっと皆さんに提案なんですけれども、皆さんご存知ないかもしれないけど、浅野やゆんさんっていう、沖縄の民謡に乗せて脱原発の歌を作りたいと思ってます。皆さんから歌詞を公募したいと思ってます。どんなヒントの言葉でも結構なんで、毎週金曜日に官邸前に外務省のウエストのところに私うろうろしてますので、そこでこんな歌詞がいいんじゃないとか、あと、散歩保護者にメールを送ってもらっても結構です。皆さんヒントを私にください。よろしくお願いします。官邸講義ではいつも三振っていうんですかね、沖縄の楽器を背中に背負ってますので分かりやすいと思います。はい、次の方。六歳者の社長さん、関西の神戸の方ですが、今度15日、4月15日の土曜日上京されまして、表現の自由弾圧事件、六歳者が弾圧された事件について講演をされます。実はこれは今の共謀罪をある程度先取りした要素も持っております。六歳者というとちょっと難しいですが、鹿と砦の車とかになってですね、松尾さんが見えて表現の自由弾圧事件、これを4月15日土曜の夕方6時半から話されますので、なかなか関西からの人なんて聞けないお話ですので、できればぜひご参加ください。合わせてそこが出している雑誌が唯一の原発の機関雑誌、年4回出てるノーニュースボイスですね、本号が11号で鎌田さんが関西電力の高輪の前で演説立ってます。これ680円で年4回出ます。春夏秋冬ですね、3月6月9月12月にそれぞれ出ます。この本も合わせて私の方で扱っておりますので、ぜひ4月15日とこの六歳者のボイス、皆さんも念のためちょっと読んでみようかと。原発がいろんなニュースが満載されています。一冊の参考本のように全部読む必要はありませんので、20ぐらい入ってる、5ページずつぐらいが20ぐらい入ってますから、自分の好きなのだけ3つ4つ読むということができます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあちょっと最後の方ですね。はい、今日送電温泉合同講義の前に修繕講義をやらせたと思います。大変ご苦労様でした。実はですね、今九州では大変熱帯になってます。原発のですね、現地玄海町と佐賀県は